ありがとうございます。実はいろんな競技を楽しめるので、ドローンの方であの海の安全をどんどん守って最高の天気に恵まれたので、それと環境教育のクイズとかも、その海の豊かさを守ろうというグループラックのビーチをきれいにして、来週スポーツをなので、ビーチテイストを体験してもらって、今日はですね、まずビーチクリーンをして海をきれいにしようというのが一つ目です。で、2つ目は、今回4種目のビーチスポーツを体験してもらって海を楽しもうということですね。3つ目、最後ですけれども、最後海の環境教育のクイズをみんなでやりたいと思います。これは海を学ぼうということですね。で、今日は海をきれいにして海を楽しんで、海を学ぼうと、この3つを通してこの素晴らしい海をですね、みんなで守っていこうという、気持ちをですね、一つに心を一つにしようというイベントにしていければというふうに思っています。で、ここはアジア初でですね、撮ったブルーフラッグのビーチでもあります。今日はみんなで協力していいイベントにしたいというふうに思います。